こんにちは、トータス石井さん、速稼塾の久保です。今回ね、株価について一つメッセージがあります。それはトヨタ自動車なんですけども、トヨタ自動車の発表によると、ついに全固体電池ができるということで、実用化があとね、4年後とか5年後に迫ってるらしいです。年号で言うと2027年から2028年です。まあ、この全固体電池っていうと、もう完全にバッテリーが固体化してるんですよね。その特徴っていうのは、今までのバッテリーっていうのは、こういったスマートフォンにも使われてますように、液体なんですよ。液体なんで様々な不具合が起きていました。で、その不具合を解消して、どういう風になるかっていうと、全固体電池が完成した暁にはね、もう今完成はしてるんですけども、実用化が、販売が2027年から2028年ということなんで、あっという間にこれ来ますよ。もうすでに受注が始まる段階に来てるんじゃないかなと思いますけども、この全固体電池になると何がいいかっていうとね、充電時間が従来の数時間からなんと10分以下になるんですよ。ですから、ガソリン車を給油するのと同じっていう感覚になりますよね。さらに航続距離が1000キロまで伸びるわけなんですよ。1000キロってなると、今ガソリンをまあしっかりと満タンにしても、私の車なんてのはね、500キロぐらいしか走らないんですよ。セルシオとかトランザムもそうですしね、まあ、おもねのガソリン車で 4000cc、5000cc っていうのはそんなもんなんですよ。300キロから500キロぐらい満タンに、60リットル、70リットルのガソリンを満タンにしてもそのぐらいなんですよね。そう考えていくと、完全に、電気自動車、EV カーからバッテリーエレクトリカルビークルって言って、BEV って呼ぶらしいですけどね。こういった新しい概念ができてきて、テスラなんてのは簡単に抜いてしまうということになります。テスラってのは結局バッテリーに関しましては全く開発ができてませんからね、ずっと進んでないし、テスラモーターその車ってのは5年10年したらガラクタになって中古車の引き取りもないみたいな、本当に悲惨なね、末路でどんどん人気を落としていって、価格も100万円以上値下げする車種がどんどん出てきてる状態で、もう車用産業になってるわけなんですよね。で、中国でも随分と EV カーの廃棄っていうのが進んでて、公害問題になってるということなんですけども、やっぱりトヨタだなと思います。そこで今回株価がね、ドンと突き上げてるわけですよ。でもこれ発表があってこれなんで、多分ね、実際にこの受注が始まったり、販売が始まったり、実用がリアルで始まる2027年、2028年に関しましては、もっともっと価格が上がることが予想されます。そしてこれに追随してトヨタの技術を使ってですね、日産とかホンダってのも同じような、全固体型電池っていうのを実用化されるということなんで、日本市場がさらにね、EV カーでも盛り返すということに期待されてるんですよね。いや、この件についてね、トータス石井さんがどのようにお感じになっているかということを今回聞きたいかなと思っております。それではお疲れ様です。